い、ということで皆さんおはようございますではないけど、こんにちは、こんばんはだ。どうも、引き続きやっていきたいと思います。和骨眠いです。僕もちょっと眠いです。お前も眠いやろって。眠いですよ。次枠予約しましょうか。次枠寝ない枠の闇を徐々に分かってきた俺。徐々に寝ない枠ってこういうもんなのかと。次が12時間の次は18時間ですかね。18時間から次は朝の9時、金曜日の朝の、9時から6時間と。予約、はい、次枠予約しておきましたので、タイムシフトを予約したい方がいれば今のうちにお願いします。なんで私が仕事の日寝ない役すんのよって。ごめんよ、ゴールデンウィークだもん。だってゴールデンウィークやるきゃないでしょ。コータのお風呂入るのは許せないよねって。何がなんか許せないことやってたの。よう、う来てやったぞって。はーい、皆さんこんばんは、あきょちでーす。ちょっと待ってな、いろいろと米ビューとかいろいろと準備しなきゃ。米ビューとかよし、はい、続きやっていきましょうかね。続きよし。謎解きは眠くなるねって。本当だよ、どうすんねん。何もわからんままここ開けても弾があるわけでもなく、なんやここ。わかりました。分かってないけど、分かりました。これ一回置いとこう、一旦置いとこう。ひらめきました。コータは今回寝ない枠中に普通に友達と飯行ったらしいぞ。らしいね。なんかここのやつを取るでしょ。報告ありがとうございます。よいしょ。でここね、はめてこれ取る。秋野さん応援しに聞いて大丈夫ですか。大丈夫ですよ。広告、あ、言ったの広告って。でこっちにパワーアップしたやつを、パワーアップした力で、なんねえわ、なんもなんねえわ。マジなんなのこれ。これもう弾ないの。新しい弾ない。あ、待ってぞ、これさ、こっち運べんじゃないのこれ。
落としちゃった。は？落としちゃった。あ、待てよ。弾を。弾をよ。あ、違う違う違う。弾をセットしたやつをあそこに落としたら何かが起きる可能性が二つとも。よし、二つともセットしたやつを落っことす。これでいいんじゃないの？これで。ほい。おお。何？何それ？そんな橋みたいなのがズゴーンって出てくるのかと思いきや、目がついた。あ、なるほどな、なるほどな、なるほどな。ここでこれで戻すんですよ。目がつき、ポリなんか最初に比べてテンション低くないって。多少疲れるから、枠つけっぱで寝るわ。5時間後に起こして、はい、おやすみなさい。報告、レイトン教授さんありがとうございます。キマリ疲れた。キマリは疲れた。もう行って二人とも出ない。よいしょ。よし、よし、決まりは通さない。よいしょ。 OK。 よっしゃ、 OK。 これで文様が揃う。長時間放送するときはこまめに水分を取るんだよ。俺はやったことないけど。ピーポーポーターマスさん、どうもいらっしゃい、ありがとうございます。ジョゼのスフィアをセットした。あ、おお、まだあるの？まだあるの？嘘、終わりじゃなかった。え、何これ？で？待って待って、降りてよかったのか？降りちゃダメじゃろ。違うよ違う、上で何かするんでしょ。秋のおはよう、どうも。144番さんおはよう。これ何？あ、ここにもあんのか。見えてなかったわ。ここにもあんのか。よーし、これでいけるか。終わったよ。おい、どうや、宣言通り、宣言通り12時間を行く前にクリアです。ヒントいるって、もう終わったよ。終わったよ。
歯取った歯なんかなかったよね。歯の寿司屋あった？あら、またあなたたち相変わらず頭数だけは多いね。どうしたのバルテロ、そのおじさんに何かよ？あんた、アーロンだな。だったらどうする？握手してくれないか、アーロン。いや、アーロンさん、俺あんたに憧れてガードになったんだ。ありがとうございます。感激です。こいつはそういうキャラ。大召喚師ブラスカ様を守ったガードを捕まえて、おじさんとはな。物知らずにも程があるわね。うわぁ、バルテロ、もういいでしょ、戻ってきなさい。苦労してんな。いやー、面白い見物だったけど心臓に良くねえな。フラフラするな、落ち着いて待ってよな。やめてよ、もう汚い手で触ったら撃つわよ。あーさて、あんたももう少し落ち着いてね。メガネって誰？主人公です。主人公恥かくのはデューフ。167番さんいらっしゃい。自分の場所を決めろ、そこで黙って待て。自分の場所、真ん中。持ってない。いろんな召喚持ってないよ。いろんな。お前少しだけ強くなった、でもまだまだ足りない。不審者さん眠くない？まだ大丈夫、まだまだ大丈夫よ。私たちは待つしかない。フラフラする。アーロンさんに会い。遅いわね。まだですか？私たちはまだですか？いろんな人。お前、あれ、あさきさんいらっしゃい。明日ん？行楽休みなんですかって。カドのタックゾーじゃねえから。待つべきものは偉大な父親ね。ガードの数はむやみに多いし、アーロン様までね。こいつ、それにシーモア様にも気に入られているみたいじゃない。ブラスカ様の娘って肩書きがあると違うわね。父は関係ありません。私は一人の召喚師として旅をしているだけです。お休みに聞いたよとも伊藤明さんいらっしゃい。でも偉そうなことを言う前にまず自分の足でちゃんと立ったら。ガードに頼ってばかりだと、いざって時に痛い目見るわよ。はい、ということで行く〇〇〇でお願いします。行く〇〇〇で、以上、行くなんとかでお願いします。アンカー番号210番でお願いします。よいしょ、名前ね、アンカーお願いします。行くなんとか。はい、210番ありがとうございます。あ、NG コメントだ。 NG コメントだな。NG コメントだな。ちょっと再アンカするわ。270番でお願いします。再アンカ。はい。
はい、イクシオンの名前はイクイクイクになりました。どうもありがとうございます。イクイクイクをね使っていきましょう。セーブしとこう。行くから始まったらそういうのになっちゃうんっていうの予想ついてたけどね。絶対そういうのになっちゃうだろうなって。さあ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 。あ、こっち調べたっけ？あ、宝箱。アビリティスフィアいいね。休憩、あ、そう、休憩。シャワー浴びたいんですけど、皆さん。シャワー浴びたいけど、いいかな、シャワー。シャワー浴びてもいいっすか。そろそろ。疲れる？シャワーとか浴びたら疲れるかな？一気に眠気とか来るかな？一気に。まあ、できるだけ早く帰ってくる。できるだけ。3時半過ぎとかかな？シャワー休憩。ちょっと待ってね。テキスト。テキスト。これじゃねえわ。メモ帳でいっか。メモ帳で。風呂配信はしないよ。怒られちゃうからね。風呂配信はもう怒られちゃうから。シャワー、シャワー休憩、3時35ぐらい。よし。なんで英子ちゃん怒っちゃったの？あの、120時間配信っていうのやった時にね、シャワー配信したんだけどね。あの、そういうのやめて、みたいな感じで怒られました。ではではでは、ちょっと行ってくるわ。よし。シャワー行ってきまーす。皆さんもね、ちょっと休憩入れて、寝る方はね、うん、おやすみなさい。行ってきまーす。
おい、皆さん、どうも。皆さん、おはようございます。よいしょ。はい、ただいまー。どうもはい、どうも。よし。髪の毛が、なんでちょっと目つむって休憩したので、シャワー髪はちゃんと洗ってきて、乾かして、着替えて、全部してきたわ。初見コウタくん髪伸びるの早くないって。コウタくんちゃうよ、コタくんじゃないよ。ブーちゃんさんいらっしゃい、どうも。よし、やっていくか、みんな。みんなも休憩できたか？はい。起きてる？みんな。みんな起きてる？大丈夫？でも、クソソードなんて臭くねえよ。みんな起きてますか？なんか、転校芸みたいなことしてもいい？起きてる人手挙げてください、言ってもいい？これ。よし。初見です。七原くんメガネかけて、なんでー？いや、七原くんじゃないっす。起きてるわ。寝てる。もう寝る。まだいける。歯磨いてきた。お帰り。退屈だから他アク見てた。お帰りなさい。ありがとうございます。戻ってきてくれて。今なんか面白い放送あるんですか？他アク。上がった手の数だけ指を潰せよ。なんでや。そんな指ないわ、俺。夜中に点呼はめんどくさい。ごめんな。いや、みんな起きてるかな思って。今どんな枠があるんだろう。クリショーに貢献するため起きてます。ありがとうございます。452番さんいらっしゃい。お風呂から上がったら、秋野もシャワってて腐って、お帰り。俺もシャワー行ってきました。駅伝見てたけど、ジンマルさんのチーム1時間半差で最下位だった。
まあまあ、順位はまあ関係あるけど関係ないというかね、走り切ることが大事だと思いますのでね、頑張ってほしいですね。よいしょ。しこってもいいですか？全然いいですよ。3時、胸むあたりが面白い。秋野が寝たら寝るって、俺寝ないぞ。あと、まあ、25時間ぐらいは多分起きてるぞ。25時間ぐらい。先にシャワー浴びてきました。まだ元気そうだね。そうだね。まだちょっと、だってさ、まあちょっと夜更かししてるぐらいだもんね、まだ。ちょっと夜更かししてます。まあもう、普段だったら眠いんだけど。よし。脳細胞死にまくる。まあ、一回ぐらいね、してもね、頻繁にするわけじゃないから大丈夫でしょ。頻繁にしてる人は体危ないと思うけどね、寝ない枠とかね。よし。どんな時でも、夜は明けて、朝が来る。すまない、俺は寝る、大丈夫ですよ。また、旅の始まりね。また起きたらね、ぜひ来てください、起きたら。タッチ交代でね、ここにいる今、まあ、100名ぐらいが寝たとしても、また、100名ぐらいが起きててくれたら、寝た人が起きてきた頃に、タッチ交代で寝てくれたらね、常に100名はいることになるんで。ひよこ侍さんいらっしゃい。あんまり起きてるとロッチ中岡みたいになるぞ。ユーナが来たら出発だ。15時から見てるけど余裕ありがとうございます。12時間も見てくれてね、ありがとう。ドナは出発した。イサールも出発した。ドナは出発。はい。山越茶番ってどれぐらいですか？あれ終盤じゃなかったかな、山越。旅の準備を整えておく。旅の準備を整えろって言われてもな、何すればいいねん、旅の準備。アビリティやるか、アビリティ。アビリティ強くするか、スヤ版。モブがやってきた、その辺にいるモブさんいらっしゃい。ヒギー478番さんもいらっしゃい。スヤ版やるか。アビリティスフィアが全然ないんすけど。移動を。山越えは真ん中？あれ真ん中なの？山越えたらってやつ。あれもうだいぶ終盤だと思ってた。ガガーゼと山のね。山越えたら、つなるかんぞよ。わかってる。ユーナン、究極召喚手に入れちゃうよ。わかってるよ。私何も思いつかないってやつ。よし。決まりのモノマネで。決まりはしこらない。お願いします。やりました。違う。移動を。秋野が今まで起きてた長時間記録は40時間ぐらい。多分。人生で一番起きたのでも40時間ぐらいが多分最高です。そんなにね、起きる機会ないもんね、普通。はい。イケメンでイケボのポイズンゾンビ E さん、放送お疲れ様、ありがとうございます。イケメンでイケボは合ってますけれども、ポイズンゾンビ E ではありません、どうも。こっちはこっちで。なんか、決まりって分かれ道多くない？進む方向の。なんでこんな分かれ道ばっかなの？この子は。不幸を入手した。よし。はじめまして、自己紹介をお願いします。秋野と申します。32歳のね、京都に在住の、おじさんでございます。平日は毎日9時間配信やっておりますので、ぜひぜひね、遊びに来てください。ニートです。はい。9時間やってます、9時間。五頭身の秋野さん、オハですって。6.5 頭身はあるわ。よし。キースフィアは使わないの？どうしよう。誰に使えばいいかなと思ってね。余らしちゃうんすよね。なかなか思い切って使えない。こういうの。なかなか思い切りができない。
越えて。ああ。久しぶりに来たけど、脇賀さん寝ないワークするようになったのかって。いや、ゴールデンウィークだからするだけでね、普段しないよ。たまたま猫ちゃんが実家に帰るっていう機会があったので、それをね、日にやってるだけで。脇賀さんじゃないしね、しかも秋野さんね、名前全然間違ってるよ。キーしか合ってないよ、キーしか。穴開けたらアナル感度だよ、じゃなくて。ええ。秋野って32やっけ、通りで青ひげのはずだ、32ですけど。32歳ですよ。ピチピチなおじさんです。よいしょ。クリアまであと何時間？まあ、2、30時間はかかるんじゃない？ 30時間ぐらいかかるんじゃない？多分ね。まだわからない。進行度どれぐらいかわかんないや。よし。初コメ無視とかショックすぎて俺もう今日病院行ってきますって。あなたそのコメント初コメ、あなた初コメです。秋野の腕なら20時間でクリアできる。本当かいな。そんなに俺の腕信用してくれてんの。こういうアビリティじゃないわ、スフィア版とかに時間費やしちゃうからね俺結構。祈るを入手した、いいですね。よし、エイコちゃん寝ないよく知ってるの、知ってるよ。寝ないよくするって言ってあります。喉には気をつける、わかりました。あと30時間喋るとなるとね、やっぱセーブしていかないと喉ガラガラになっちゃうから。輪っかは動かせないな、これ。よし、フィアバー上げてる時の証明写真みたいな、ユーナにじわる。顔ちょっと変だよね、あのイラスト。朝飯は3時間後ぐらいに食べようかな。7時とか。ユーナが来たら出発だ。究極神様。無難長、どうも。510番さんいらっしゃい。そろそろお風呂配信だ。風呂入ったばっかだよ、さっき。ユーナが来たらってユーナどこにいんの？ユーナが来たらってユーナどこよ？あとどれぐらいで終わりそう？2、30時間。30時間ぐらいじゃない？40時間ぐらいでプレイ普通の人は終わるって聞いたけどな。2周目だったら40ぐらいじゃないって。4000ギルいいね。ユーナどこにいんのよ、中？よし。兄弟で寝ないく頑張ってるの誰のこと？兄弟って誰のこと？あれユーナどこにいんだ？いや俺はユーナ寝てる。アキノもメンバーなのかい？僕はメンバーじゃないっす。アキノメンバーではない。ユーナ寝てるけど疲れてるの？夜明けまでずっと働き詰めだったんですよ。怪我人の手当てや遺骸送りや。そっか。それじゃあもう少し眠らせてやってください。ああ、おはよう。あれ、朝？大丈夫だよ。でも朝なんでしょ？あ、ごめん。すぐ支度してくるからちょっとだけ待ってて。そんなに焦んなくたっていいって。ワイプが邪魔で言うなら見えない、ごめんね、ちょっとごめんね。よう、寝坊すっけ。ごめんなさい。かわいいね。すみません、そんなに急がなくていいのに。
ほら、寝癖。寝癖の召喚師なんてみんながっかりだぞ。起こしてくれればいいのに。声はかけたよ。でも口開けて眠ってたしね。あれ、弟サイレンゲームやって、あのコウタ君は寝たよ。寝たよっていうか終わったよ。みんな意地悪っすね。あ、アロン様で。さて、召喚師様の寝癖が取れたら出発だ。あんなに笑ったの久しぶりだ。何笑っとんねやな。でも今は分かってるんだ。俺以外は本気で笑ってなかったんだよな。ああして笑わないとやってられなかったんだろう。確かにワイプの卓球部っぽいのが邪魔だって。誰が卓球部や。別にいいけどな、卓球部で。卓球部何も悪くないけど。アキちゃん聞いたよ、アソパソマソさんいらっしゃい。5時間も寝ちゃったよ、ごめんな。昨日えんやで。今から見ててくれるんか、5時間寝たから。 FF10 やったことないけどおもろいって。めっちゃいい、めっちゃいいゲームだよ FF10。 俺 FF シリーズの中で2番目に好きだもん。FF8 が一番好きなんだけど。ハルバート、つまり魔法攻撃プラス 20%。 嫌いな FF、 嫌いっていうのはないけど、ないな。やったやつの中では別にないな。うん、8が一番嫌いですか。まあ好き嫌い分かれますからね、8はね。ユーナ様は昨晩あれほど遅くまで働かれていたのに大丈夫ですか。お気遣いありがとうございます。でも十分休みましたから。あなた方も出発ですか。は、原稿川を渡って北上します。新たなチョコボを探すつもりです。チョコボが見つかったら騎兵隊を再建します。あ、一人足りないんじゃない。隊長待ってください。タラオ、何してんの。置いてくよ。だってチョコボについてくなんて無理。ではユーナ様、あなんか出てきたんだけど、左上に。エルマ、フラスコ、行くぞ。はい。フレンド申請。ちょっと休ませて。甘ったれない。2番目に好きな割に16年ぶりのプレイ。いやだって他のやつだってそうだよ。 FF8 だって、 FF8 だって発売高校、いや二十歳ぐらいの時に FF8 やり直したけど、それ以来やってないから12年ぐらいやってないしね。一番好きな FF8 も恋愛要素が強すぎてあんまり好きじゃなかった。 8? それとも 10? どこだっけ。原稿川を渡るの。うぇーす、原稿川へ向けて出発。よし、原稿川。Q の漢字が、あ、何これ、モルボルじゃないわ、お中か。 Q の漢字が一番好き。なんか Q は原点回帰だったね、確かね。原点回帰で、頼むよ。危ない危ない危ない。10のどこに恋愛要素があるの。あるんですよ。え、やったことないかな。やったことないんならちょっと言えないけど、恋愛要素あるんですよ。ひまりがやばい。
先に進んでいくとね、入りました、恋愛要素があるっていうのは分かると思うんですけど、なんだ、なんかメッセージが来たんだけど、何これ、なんかメッセージが来たんだけど、どうした、魔法の力が必要ってわけね。9は8からほとんど間を空けずに出したからありがたみがなかった。確かに近かった、 1年半か2年ぐらいだったよね、結構早く出たよね。どれ、何、お宙めっちゃ HP あるじゃんこいつ、お宙7000とかあるぞこいつ、こんな普通の雑魚敵で、ぐいぐい攻めようぜ、よくわからんがブラックリスト、突っ込まない突っ込まない、8以降9、10、11で同時開発してたのか、へえ。やばいの来ちゃった、あとどれぐらいだ、召喚出すか、召喚あと何歩ぐらいやこいつ、行く行く行く、使おう、行く行く行く、コウタ君今回ちゃんとクリアしたの、多分してない、クリア、なんでやめたのかあんま知らないんだけど、行く行く使おう、名前ひでえな、うん、ひでえでしょ、エアロスパーク、あ、サンダラあるじゃん、やってみよう、いいね、いいじゃないですか、ガコツアキの眠そうだけど大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、なんでこんな名前にしたの、名前アンカですよ、名前アンカ、コウタはダチとベシに食いに行ったとかでバックれて帰ってきても言い訳枠みたいになってやめた、そういうこと、なんで、なんでそんな女じゃない、女、今ふと思ったけど、なんでそんな友達のご飯に、友達のご飯ぐらいでさ寝ないわけやるよって言ったのやめてまで行くかなって思ったけど、女の子じゃない、女の子、女の子からの誘いは断れないじゃん、レーよし、こんにちは皆さん、私たちにとっても大きな教訓になりますよね、エボンの教えに反していてはやはりシンは倒せないのです、マコアキのマジマやって、キリュウチュー、571番さんどうもいらっしゃい、ちゃんとした名前に前回カマキリメガネ野郎って俺に言わないでよ、俺に、あ待って、こんなに普通にさこんな強敵出てたらキリがないよね、ポンズラかまそ、ポンズラ、女ではなかったみたいよ、なんか久々に話したかったとか、久々に話したかった男友達で、秋野さんもう眠いでござる、無理すんなよ、まず起きてもやってると思うから俺、
てのやってるからあんま無理せずに。アビリティアタック、あいつサイレンが単純に嫌いなだけ。やるかね、嫌いだったら終わり。まああまり会えない友人だったのかもしれないね、もしかしたらね。なかなか遠い友人とかね。あ、出た、この意地悪ロンゾ。決まりの仲間だ、よく似ている。どこが。どちらも召喚師を追いかける、角なしの小さいやつ。角なし、角なし。キマリをあざけりに来たか。違う、小さなキマリに忠告に来た。召喚師が消え帰らない。次は決まりの召喚師の番だ。哀れな決まり、角をなくし召喚師もなくす。こいつらなんだかんだ決まりのこと好きなんだろ。これ一人で泣き叫び、素直になれないだけで好きなんだろ決まりのこと。あいつらさ、決まりに恨みでもあんのか。じゃあただの嫌がらせ。いつか蹴りをつける。いつでも手伝うからな。決まり一人で。パーティー以外のやつクズしかいなくね。本当だね、クラフトさんいらっしゃい。決まりの問題だ。俺たちは黙って見てるのが礼儀ってもんだ。気になるわね。ロンゾ族の問題はロンゾが解決する、昔からのしきとりだろ。そうじゃなくて、召喚師が消えるってこと。突然消えるわけでもあるまい。まガードがしっかりしてれば大丈夫ってことだ。お言うわね。よく自分があんな生活してるのに友達と会えるの恥ずかしい。まあでも俺は友達いないから分かんないけど、19歳ぐらいだったら別にまだ恥ずかしいとかないんじゃない。だって友達も大学生とかだろうし、まだ働いてる友達も少ないだろうしさ。19歳ぐらいだったら結構フラフラ遊んでても気にしなくない？逃げるんじゃねえかな。俺の年でね、俺ニートやってるよとか言う、もしね知り合い友達がいたとして、この年でニートやってるとか言えないけどさ。言えないけど。秋野はよ、今日ぐっすり眠れて気持ちよかったよ。どうもハピナス秋野さんいらっしゃい。何当てつけですか僕への、寝てない僕への。倒しやすいモンスターは倒していこう。あ、イチローがマリナーズとすごい契約、なんか事実上の引退言ってましたね。じゃあ32歳が働かずにフラフラしてるのは恥ずかしいことだと思います。世間一般の目ではそうは思います。はい、だけど僕は関係ありません。電光石火。あ、間違えた、サンダーじゃないな、間違えた。シュッ。友達がちゃんと将来考えてて感化されて今後は勉強するらしいよ。明日は寝ない枠やるらしいけど。え、明日やんの寝ない枠。またやんの。ハープーン、やった、いいの、いい、良さそうな、ハープーン。ハープーン、ハープーン。あれ？あんま良くないな。リュックってエッチでめっちゃ声大きそうって、なんで急にそう思ったの？リュ
リュック今まだ仲間にしてないけど、ニートニートチョッパー頑張れ。はい頑張る、ニートニートチョッパー。えい、明日やろうはバカ野郎、明日やればいいんだよ、明日できることは明日やればいいんだよ。とどめ、こんなもんっす。 OK、 秋野は一応明治大学卒業だもんな。いや秋野専門卒なんですけど、大学ですら出てないですよ。アーロン HP 強えな。レベル1キースフィア3個もゲットした。やった、これでキースフィアをたくさん開けれるぞ。何の専門？コンピューター系、コンピューター系ですよ。プログラムとかあのゲーム系の仕事に就きたくて、プログラムとかやってました。結局は諦めましたけどね。行くぞ。大学好きそうな顔してるのにって、何それ大学好きそうな顔って。ゴールデンウィーク土曜日までだけど、秋野の放送最後まで見て終わろうと思ってる自分が怖い。ええやないですか、特にやることないんだったらいいやないですか。先にあったら叩きのめす。やることがあるわけじゃないんだったら、コンピューター系のニートになる率高くね。だからコンピューター系やりたいってことは、あんまりそのアクティブに動きたいって人じゃないと思うんですよね。必然です、必然。よいしょ。コミュニティは承認制ですか？違いますよ、フォローをしたらすぐにフォローできますよ。C プラス、 C プラプラ、うん、そうですね、そんなのやってましたね。なんか覚えてないけど、コミュないよ、コミュニティなくなったの俺。嘘、あるじゃん、あるー、普通にあるじゃんって言っちゃったけどあるわ。あー昨日32歳でしょ。 Java とか流行った時期じゃね、わかんない、やってないよ Java とか全然。ちょっと輪っか動かそう、スフィア版の輪っか、アビリティ取ったはずだから。パワースピード、マジマ風にアルージャンって言って、アルージャン、よいしょ、使うマジスフィ、アビスフィ、トリプルアタック、 OK。 あ、また修行のおばさんだ。勝てるのかな次。また会ったな。はい、未編セッションに加わっていたそうだな。はい、機械の無力理解できたか。できました。やはり真を倒せるのは召喚師しかいない。そうですね、もっと修行しないと。お前が望むなら修行に手を貸そう。召喚獣の実践訓練だ。どうだ、やってみます。私と戦ってみるか。崖の下、秋野さんいらっしゃい。ちゃんと寝ないとちゃんと寝ないでやってるのは偉いぞ。どうもありがとうございます。戦う、
お願いします。このおばさんとエッチしたいの？では始める前に。なかなかな趣味してますね。お前の召喚獣は癒しておいた。さあ始めようか。今度は勝たせてもらおう。三角帯の上限達してるからコウタ君の削除して入ろうかな。ありがとうございます。ありがとうございます。年内博頻繁にやってるわけじゃないよ俺は。ちなみにいつもは平日に9時間枠やってます。行く行く行く。使えないのこれ。アナゴさん年内博頑張ってくれ。うー分かったよ、頑張るよ、応援よろしくね。イチャラブシーンで、あーイチャラブシーンなんかまだ来てないよ。まだイフウンチで頑張るか。何で戦うのがいいんだこれ。エアロスパーク。お前の力がどれほどのものかじっくり確かめるとしよう。はい、守るためるを使わないと勝てないのかこれ。いやー言ったけど、どうすりゃいいねんこれ。回復しても間に合わへん。オーバードライブしたら余計間に合わんで死ぬし、これ勝てないよな普通に考えて。あのちゃんと仕組み理解して分かってる人がちゃんと戦術を立てたら勝てるのかもしれない。知らん。秋のお泣き何年目？5年ぐらいですね。おはよう、イクラちゃん頑張って。はい。昨日は昼は FC2 で彼女とエッチ配信してるってしてねえよ。エッチ配信。どっこらしょう。勝てねえわこいつには。勝てねえ。ドクロベー頑張って。お前らお仕置きだべー。頑張ります。ユーナまで攻撃してくんの？2匹使えんのこれ。2匹使えるわ。それならもしかしたらワンチャンス。どうしてコメ読んでくれないの？ごめんね、コメント打てなかった。今からちゃんと全部読むからって。あなた初コメじゃないからわからない。コメ読み飛ばしてたらごめんなさい。これワンチャンスあるんじゃない？雷系に効くのはお水ですか？ウォーター。よいしょ、全然効いてない。ペーストを使ったこと注目してが、ユーナの行く行く行くには使えない魔法をなぜ使えるのでしょうか？メニューのコマンド覚えるを使えば召喚獣に新たなアビリティを覚えさせることができます。例えば○○○にケアルを覚えさせれば HP 回復しながら戦えます。覚える？覚えるって何？アビリ夜明けの順調だな。安心したから寝るな。おやすみ。おやすみなさい。山ちゃんさんいらっしゃい。まだ進んでませんよそのシーンまでは。ポケモンやってるの？ポケモンみたいなやつやってます今。あ、戦闘中じゃなくて
どうして米読んでくれないのって、そのコメントが初コメじゃない。いや、いていていて、まずい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 。あいつ兵士と使ってるから俺もう勝てない。しまったな。もう勝てない。661番さんいらっしゃい。お、避けた、ナイス。あ、それ死ぬ、俺それ、耐えろ。無理だよな。強すぎじゃない？未熟だな。未熟だなって真顔で言わないで。まだまだ甘いが、素質は十分だよ。私からの祝福だ。受け取ってくれ。ありがとう。スモークボム、召喚士の心。何それ。あ、召喚士の心を手に入れたので、これからはアイテムを使って召喚獣にアビリティを覚えさせることができます。覚えるを選んで、はあはあ、アビリティを覚えさせたい召喚獣を選択すると、選んだ召喚獣が覚えられるアビリティのリストが表示されます。また召喚獣の成長のために消費するアイテムも右上に表示されます。左側が現在のアイテム数、右側が成長のアイテム数です。はいはいはい。すでに覚えているアビリティや成長に必要なアイテムが足りないとアビリティがグレーで表示され、はいはい、わかりました。閉店くんですかって、閉店くんじゃねえわ。誰が閉店くんや、ブッサじゃねえよ。ブッサくねえだろなあ、全然ブッサくねえだろ。あ、昨日ちゃんと飯食ってるか。食ってるよ。オッケー、わかりました。次に会う時までに鍛えておくことだな。鍛えておきます。秋野って閉店くん知ってるのか、なんかあんま知らないけど、なんだっけ、パチスロの人だっけ、なんだっけ、召喚獣覚える、何覚えさそう。いや、今はいいや。今はいいか。うん。秋野もスロとかやるの全然やらない。やらない。ギャンブルは全然わかりません。ギャンブルはね。逃げるんじゃねえかな。ニコ生ってイチローみたいに生涯契約システムないのかな。ないね。ニコ生自体が生涯続くと、続かない確率の方が高いから、ニコ生の方が。あ、昨日徐々に老けてる。まだそんな顔に疲れ出てないでしょ。来やがれ。そんなに次に会ったら叩きのめす。ギャンブル好きそうな顔してるって。いや、俺人生は結構博打で生きてるけど、実際の博打は全然しないんだよ。人生では結構ね、リスクがある生き方をしてるけどね。光当ててごまかしてる。当ててないんだよこれ光。ただ電気ついてるだけなんだよこれ。このカメラがね、カメラがね、なんか光、なんか明るいんだよ。これが原稿画よ。原稿画っていうの、夜になるとたくさんの原稿柱が集まるんだって。川中が光ってまるで星の海。セクロスはスポーツですかって。格闘技ですね、セクロスは。ああ、そうだ、夜までなど待たんぞ。じゃあシンを倒したらゆっくり見に来よう。みんなそんな顔しないでよ。
メガネは何も知らないんだから他に行く道がなくて実質障害契約になってる生主たくさんいるよ。え、ニコ生が潰れちゃうもん。どうせ障害ないもんニコ生が。秋野さん彼女いるって本当？本当ですよ。紐みたいな、みんなには紐だ紐だって言われてます。スパンフが前になっちまうぞ。スパンフ？船のことか？ん？ふふん。え？世界一ピュアなキスが見たいよ。まだってまだまだだよ。まだまだです。世界一ピュアなキスってどこがピュアなのか分かんないけどね。ピュアなキスってなんやろな。うわすげえ。うわ。ゾウさん、欲望丸出しのキスだよな。こいつがスパーフだ。わあ、乗りたい。これ乗りたいぞ。よし、準備ができたら乗るぞ。声が放送に乗るまで秋野の妄想説あったな、英子ちゃん。で結構初期の頃からね、声とか乗ってるよ放送にね。結構大赤や大赤や、よろしく。武器見せて。炎攻撃、氷攻撃、ダブルエッジ強いのかな。お、物理攻撃がプラス 3% ついてる。これ買っとこうか。魔法攻撃プラス 5% いらない。魔法物理両方 5%、 これは欲しいけど、今 10% HP 増えてるのもいい感じ。なもんですかね。結婚式でファーストキスとかめっちゃピュアだろうがって。いやそれはいいよ。結婚式でファーストキス、いやこのねゲームのなんだキャッチコピーかなんかでね、世界一ピュアなキスっていうのが使われてるんですよ。うん。でこのゲームの中のキスがなんでピュアなんだろうって思ってね。シパーフ久しぶりだな。あ、乗ったことあるんだ。無職なのに彼女いるんだって。いますけど。10年前キマリと一緒にね、覚えてる？シパーフが揺れてユーナが川に落ちた。シパーフは長い鼻でユーナを助けた。ユーナは喜んで3回かわいいわざと川に飛び込んだ。あ、キマリは心配した。ごめん。キマリは心配した。ユーナは楽しそうだ。だからいい。ヴィランは乱暴者だ。でもロンゾだから嘘はつかない。だから召喚師が消える話は嘘ではない。うん、注意する。ここまで来て脳内彼女だったら怖いそしたら俺はどうやって生活してるんだ。ここまで来て脳内彼女だとしたらね。よし、濡れたユーナを見て興奮したキマリお願いします。キマリの下半身の角が元気になった。以上です。防具見せて。防具、魔法防具がプラス 5%。 なんかすげえ魔法防御をしてくるけど、こっから魔法防御が重要なのか。これめっちゃ押してくんな魔法防御。わかんねえから買わないでおこう。キマリにとってこれは寝取られの話なの？いや、キマリは別にユーナに感情ないでしょ。恋愛感情はないよ。え、何？なんかみんななんか防具とか売ってくれるな、ここ。あ、物理系売ってんなこの人は。わからん。
10年前に。あ、昔話。ジェクトもここで初めてシパーフを見た。驚いたジェクトはいきなりシパーフに切りかかってな。なんで？酔っていた。魔物だと思ったらしい。かあ、しょうがねえな。俺たちの有り金を全部出して詫びを入れた。そしてジェクトはそれ以来酒をやめた。あの時のシパーフは今も現役のように。あ、なんか足に傷みたいなのある。あれジェクトがやったんかな。右足にお尻の横にさ傷みたいなのあるけどな。よいしょ。キマリの角が元気になったユーナのおかげだ。719番さんいらっしゃい。痛々しい。ひまりが人間に浴場。ダメダメ。無理っぽいかもよ。そこをなんとかお願いしたい。ダメなものはダメなのね。どうしたんすか。あいつったらこの子をシパーフに乗せないっていうの。あでかいもんな。たく腹立つあいつ。どう考えても無理だと思うけど。それじゃ何、この子置いていけてるの。これも諏訪部さんだよね。シーモアと同じ。そんなつもりじゃ。シーモア。やむをえん。シパーフは諦めるぞ。どこか徒歩で渡れる浅瀬を探す。了解です隊長。それすごい遠回りじゃないですか。道がなければ切り開けばいい。そんな無茶な。真似しろ。さすがルチル隊長。次聞いた時に真似するわ。次聞いた時声をちゃんと聞いて真似しないとね。覚えられないから。切り開けばいい。ちょっと印象に残ってる言葉なんだ。ルチル隊長元気かな。よし。5000ギルいいね。ありがたい。セーブしとこう。はい、ここ立ち見て。そこアリーナや。この時間になかなか立ち見は出せんな。さすがに多分出ないぞ。シパーフ乗るのがそんなに楽しいの。わかってねえな。でかい動物、それは男子永遠の憧れなのだな。そうかな。でかい動物憧れあるかな。シーカーソード、ミアブルがついてる。フレイムターン、炎攻撃がついてる。ワッカが分かってねえなって。741番が面白いこと言ってる。でかい下半身の憧れ、それは憧れるわ。俺もでかい下半身は憧れる。今からトウモリコを食べようかな。何トウモリコって。恐竜とか昔好きだったやつ。恐竜か。シパーフについて語っても良いかな。語ってもいいですよ、ぜひ。シパーフの生態についてはわからんことが多いんですわ。例えば、そう、食事ですな。シパーフは何も食べやせん。鼻で川の水を吸い込むだけであの巨体を維持しとる。水中の小さな小さな生物を食べているという説もありますな。うん、だいたいこんなところですわ。なるほど。眠くなってきた？まだ大丈夫。まだ大丈夫だよ。どんな声だっけ？
シパーフ近いと危ないよ。ペタンコ踏んづけられたい。ほな、こんな。シパーフ乗る？シパーフ乗る？待ってるよ。待ってるよ。13時間も起きてるの？そう、13時間起きてるよ。シパーフ乗る？シパーフ乗る？待って。オッケー。シパーフ乗る？シパーフ乗る？じゃあ乗りなよ。じゃあ乗りなよ。シパーフ出発。真似したくなる声だねこれね。シパーフ出発。ついつい真似したくなる。リピートしてるみたい。おい、ん？見てみろ。何？わ、町が沈んでる。千年以上前の機械の町だ。機械の町。川にたくさんの橋をかけて、その上に町を作ったらしい。町の重さで橋が崩れて川の底に沈んでしまったそうよ。あ、いい教訓だな。教訓？ああ、川の上に町を作るなんて何の意味がある？水がたくさんあって便利だからとか。いや違うな。ただその技術、力を試したかっただけだ。そうかな。エボンの教えだ。人は力を持つと使わずにはいられない。禁止しなくちゃキリがないってわけだ。なんでも禁止もどうかと思いますけど。でもさ、結構機械使ってるだろ。スタジアムとか。そうだよな。ジンがね、決めるの。この機械は可、あの機械は不可ってね。広告ありがとうございます。どんな機械がダメなんだ。未編セッションで見ただろう。ああいう機械だ。また戦争が始まるからね。戦争？千年以上前にね、機械の武器をたくさん使った戦争があったんだって。戦争の間も武器はどんどん強力になってな。町だけじゃなくてスピラそのものを、世界を破壊し尽くす力を持つ武器も作られた。このままではスピラがなくなってしまうかもしれない。それでも戦争は終わらなかった。どうなったんだ？突然シンが現れて町や武器を破壊した。戦争は終わったわ。でもその代償としてシンが残ったな。シンは調子に乗りすぎた人間への罰ってわけだ。きつい話っすね。なあ、きついな。エヴァの教えばっかで、ワッカ本当嫌いだろ。そう、使う側の問題ね。アルベドみたいのがいるからダメなんだよな。うわ、なんか変だぞ。なんか変だぞ。第4次世界大戦では石が武器になるってやつ。はい。アルベドだ。寝ながら聞くよの方ね。出るな。今助かる。寝ながら聞いてください。あ、そうか、水中ではメガネとワッカしか戦えないのか。これ水中では、励ます。でな、技アビリティアタック、ボスには効かんかな。
特殊励ます、励ますの前に兵士とか、そうかそうか、そっちの方がいいな。よいしょ、白魔ヘイスト、秋野さんはゴールデンウィーク何連休ですか？365連休、はい、ニートなもんで。爆雷攻撃スタンバイ、なんや爆雷攻撃、先行した励ましまくってもあんま意味ないかな、これどんだけ上がってんのか分かんないんだよな。ゴリのおはよう、どうもゴリのじゃないけどおはようございます。もう戦いだそう、攻撃できないの、ユーナ攻撃しちゃダメだろ、なんでだ、ユーナを守るガードがユーナを倒してどうすんだ。チャーター重村のモノマネして、何チャーター重村、誰チャーター。ゾンビさん頑張りないよ、ありがとう。キノさんが無職と聞いて少し元気出ました、ありがとう。いえいえ、お雪桜、かっこよさそうな武器ですね雪桜。怪我はない？大丈夫。まったくアルベタのやつらめ、大丈夫かな。すいませんでした、もう大丈夫です。ユーナ、あ、はい、スパーフ出発進行。なんで怒られたの今。ち、アルペドめ、なんだってんだ。ルカデのことと関係あんのか、あいつらユーナ襲ってどうするって。危ないから、試合に負けた腹いせか、は二編セッション失敗の腹いせか。どうかしら、決まりの知り合いが言ってたでしょ、最近召喚師が消えるって。ああ、それがアルベド族の仕業か。くそ、アルベドめ、何考えてやがる。どうでもいいって、アルベド族のことをここで話しても仕方ないだろう。誰が相手でもユーナを守る、それだけ考えて。俺はやるっすよ。そりゃそうだけどよ。そうだね。出発進行。いまだに励ますとか尾上門の悪口に腐って、尾上門じゃないよ、ハゲって言ったとしても尾上門は全く考えてないよ。セーブ
よし、ゾロの声の人いるって、いるよ。あのワッカはゾロです。まだアルベドがいるかもしんねえ。気付けようぜ。しばらく動けそうにないわね。年寄りに囲まれてる。アキノもこんだけ筋肉あったら胸開いてる服着てアピしちゃうの？いや、しないよ。俺には胸毛が生えてるからね。胸毛が生えてるから見せらんない。決まりはシュパーフの上で油断していた。もう二度と油断しない。よいしょ。大赤や、大赤や、よろしく。ハゲマスとか悪口かよ。コミ抜けるわって。悪口じゃないよ。ハゲマスだよ。ハゲマス、ハゲマスって言葉知らないのか。ねえねえ、ハイポーション売ってないよな。全然ハイポーションが欲しい。ユーナから目を離すなよ。油断していないふりして油断しすぎ。お、なんやこいつら。俺一人で行っちゃっていいのかこれ。あ、リュックじゃん。まだ13時か。昨日の昼から2時から、15時から。昨日の死んでる804番さんいらっしゃい。うわっ、あ、出たムービー。エロい。よっしゃった。やった。チュートリアル服だとか言わないで。リュック、リュックだよな。おお、無事だったんだな。元気だったか。全然。顔色悪いな。なんかあったのか。君にやられたの。え、あ、さっきの機械、あの中にいたのか。もうめちゃめちゃ痛かった。ひどいよね。もうでもさ、そっちが襲ってきたんだろ。このさ、リュックの服装さ、深い事情があるんだよ。おっぱいのとこが乳首に見えるよね。縫い目が。知り合いか。あ、まあそんな感じ。どうも、リュックです。ほら、ユーナとルールにはルカで話したよな。ビサイドに流れ着く前に俺が世話になった。そりゃお前恩人だろ。会えてよかったよな。まったくエボンの賜物だ。で、リュック、倒れてたみたいだけど怪我ないか。ワッカ、ちょっと待って。あ、なんだよ。ちょっと話したいんだけど。おお、話せよ。女子だけで話し合いです。男子は待っててください。そうね、そうしましょう。リュックの格好が一番セクシーだよな。なんか猿はファンタジーやってもそんなことばっか考えてんのか。男の子は大体そうだろ。男の子は。アーロンさん、リュックを私のガードにしたいんですけど。顔を上げろ。え？顔を見せろ。あ、いいよ。目を開けろ。
やはりな。ダメ？かわいいな、リュック。覚悟はいいのか。当たり前です。というわけでいいんだよね。ユーナが望むなら。私は村まこの真似お願いします。リュックはいい子だよ。俺も世話になったし。そうだな、賑やかになっていいかもな。そうそう。じゃあ私は賑やか担当ってことで。不思議だった、ワッカはあんなにアルベド族が嫌いなのに。よろしくお願いします。リュックがアルベド族だって気づかなかった。いつ気づくんだっけこれ。あ、みんな一緒っていうトロフィーゲットした。かわいい福田、チュートリアル福田って言わないで。よっさんの酔っ払ってる時のモノマネお願い。難しいなそれ、難しいなそれは。女キャラ加入する時ほうれい線が目立って鼻の穴がでかくなる。俺がんなことはない。あ、宝箱だ。中身なんだろう。バトルに出てくる宝箱、バトルシーン内に置かれている宝箱は特殊コマンドの盗むで開けることができます。魔物がいなくなればバトルは終了してしまうので、魔物が、開いていない場合は、宝箱が開いてない場合は中のものは手に入りません。はい、了解。ボブの魂やり。こんなんあったっけ、宝箱とか。ナコちゃん可愛い生主終わったから聞いて。私怒ると怖いんだからね。見てな、今取ったアイテムでガスッとやっちゃうよ。調合について、リュックのオーバードライバーの調合とはその時持っているアイテム2個を組み合わせて様々な効果を呼び起こす技。今ボブの魂2個、調合。はい、はい。宝箱全然出なくなる。めっちゃ強い。なにこれ、最強技じゃん。お前何やってんだ。すっげえ威力だな。アイテム組み合わせて使うとこういうこともできちゃうわけ。ま、適当にやってんだけどね。強っ。称号は強い。お、宝箱。ドゥルルルルルル。お腹すいたな。今腹減ったがめちゃくちゃ頭の割合占めてるよ。腹減った、眠いよりも今腹減っただな。フルーツグラノーラ食べてえな。レシピ知らないと使えない、いろいろあるんだよね多分。よっ、オーバードライブは使わない。技アビリティアタック。朝ごはんはね、とりあえずフルグラでいいかなって思ってる。フルグラでめっちゃ懐かしいわ。こんな宝箱あったことすら忘れてた。俺も忘れてた。俺も完全に忘れてました。リュックだそう。あれから強くなった。ま、見てな。はい、ポーション。死にたいのはどいつだ。こいつだ。今回外食はしないね。うん、寝長くだから外食したら時間食うじゃんか。時間食っちゃうとその分余計にね眠たくなっちゃうから。よし、あれ罰ゲームはって何の。罰ゲームないよ。罰ゲームなんてありゃしません。よいしょ。
リガポ、もう寝なよって、なんで寝ないわけするよって言ってんのに寝る、そんなに寝るの進めてくるの。はい、ポーション。外食で時間を食べ、時間を食べる、そうそうそう、時間食っちゃうから、うん。これも修行ってか。よし、出番だぜ、拾う。外歩いたら眠気取れるんじゃない？一時的には取れるだろうけどね、結果どっちがいいか分かんない。あ、その外で出た時間の分進め、ゲーム進めた方が有効なのか効率的なのか。外出て眠気が覚めるけどまたすぐ眠くなるかもしれない、どっちの方がいいのかね、微妙なところ。グアドサラム、グアド族の町ですね。眠くなって立ちながらやりゃいい、立ちながらやるっつってもな、何時間も立ってらんねえからな。やっぱりお待ちしておりました、ユーナ様。ようこそグアドサラムへ。グアドサラム、ユーナ様、ガラムマサラってなんや。何なんだあんた。これは失礼。私、トアメル・グアドと申します。グアドの族長、シーモア・グアドの身内の者でございます。シーモア様がユーナ様に大切なお話があるそうで。私にですか？どんなお話でしょう？ともあれ、まずはシーモア様のお屋敷へどうぞ。もちろん皆様も歓迎いたしますよ。なんか強引だよね。あ、忘れてた。装備の改造、アルベド族のリュックが仲間になったので武器や防具の改造が可能になりました。やり方を見てみましょう。武器や防具などの装備にアビリティを追加して強化する、それが改造です。アイテムを使って改造すれば装備にアビリティを追加できます。改造したい装備を選びます。画面右下のアビリティのリストに何も表示されない空きパネルがある装備ならば改造可能と。なるほどね、空きパネルないと改造できません。はい、空きの眠くないのかまだ大丈夫。改造したい装備を選ぶと、選んだ装備に追加できるアビリティのリストが表示されます。はい、改造のために消費するアイテム、これも分かりました。はい、召喚時の時と一緒ですね。はい、了解です。ということでよろしく。はい、了解よ。探索とかしてから行くか。セーブしとこう。ガードのお務めご苦労様です。シーモア老師が久しぶりにグアドサラムにお戻りのようです。まだまだお若いのにすごい方ですよね。よし、セーブ。睡眠薬飲んで追い込んでいこうって、なんでや、 逆や、起きないとあかんのになんでや。異界と現行中について語ってもいいですかな。やめときます。ちょっとつまらんの。つまらんの言われちゃったよ。今ちょっと長い話を聞いたらまずいから。
寝ながくハードモードね、睡眠薬飲むのが。そんな魔女じゃないよ俺は。メガポーション、聞きたいってやめてよ、眠気誘われちゃうから。聞きたいは RTA じゃないのに。いや RTA じゃないけど、 RTA ではないけどね、全部聞いてたら、いや時間ね足りなくなっちゃうよ。メイチェンの話はまずいでしょ。歴代の族長ね、グアド族の。同じ顔だ。シーモア老師だけなんか違うよな。知らなかったの？シーモア老師は先代の族長ジスカル老師と人間の女性との間に生まれた子よ。ああ、ハーフですね。そう、種族違うけど、体つきとかも違うけど、ちゃんと交配できるんですね。交配。ユーナから目を離すな。分かった分かった。なんかさ、いい匂いしない？いい匂いって？なんかさ、いい匂いしない？いい匂い分かんない。匂い感じない。決まりはシーモア老師が気に入らない。シー、決まりはシーモア老師が気に入らない。なんで？そろそろ風呂入って腹いっぱい食べてベッドに横になって休憩しないか。寝ちゃう。それ寝ちゃう。アキノは朝鮮人と韓国人のハーフなのって。日本人です、純血の。どんなお話なのかな。どうぞこちらへ。って何驚いとるんや。シーモア様をお呼びしてまいります。しばしお待ちを。国民の三大義務を言ってみろ。納税、勤労、教育。もし寝たらどうすんの？ね、寝たらどうするって言われてもな。限界が来て寝ちゃった場合はその時はその時だよ。飯食わせるために俺たちを呼んだわけじゃないよな。このグアドサラムには寺院がないでしょ。だから普通召喚士たちは通り過ぎるだけなのよ。へへへへ。何？いや何も聞かなくても説明してくれるから。余計なお世話ってわけ。違う違う、俺が何も知らないことを分かってくれたんだなって思って、ザナルカンドから来たことを信じてくれたのかなってさ。まあね、私には知らないことがたくさんある。その中の一つにあんたのザナルカンドがある。そう考えれば納得できない話じゃないわ。でも気をつけて、私たち以外には言わない方がいいわね。だいぶ信頼してくれてるね。分かった。寝たらまたやり直せばいいさ。リベンジする機会がないです僕には。リベンジする機会が。寝ない枠をね。警戒を怠るなよ。なんで？エボンの偉い人の家だろ。力を持つと使わずにはいられない、そういう輩かもしれん。あんたさ、エボンの教えとか信じてないのか？俺もザナルカンド暮らしが長かったからな。ああ、ワンピースの三次部屋片目隠してるね。普通枠でもええでって。いや寝ない枠でやりたいんだよ、たまには。たまにはね。決まりはもう何も言わない。何も言わない。ドキドキするな、もう。なんでそんなドキドキしてんの？緊張か？うまいよこれ。
お客人を迎えるのは楽しいものです。ジスカル様が亡くなって以来、この屋敷は静かすぎました。ジスカル老師の死はスピラにとって大きな損失です。ジスカル老師ってそんなにすごいのか。グアド族にエボンの教えを広めたんだ。まったく惜しい方を亡くした。そう、まことに残念です。しかし我らには新たな指導者シーモア様がおられる。シーモア様はグアドと人の間に生まれたお方。必ずや二つの種族を結ぶ絆となってくださいます。いいえ、それだけではありません。シーモア様はこのスピラに生きるすべてのものの未来を照らす光となるでしょうか。手がめっちゃでかいな、グアド族。それぐらいにしておけ、トアメ。あまり持ち上げると居心地が悪い。ようこそ皆さん。あの、お話って。そう、結論を急がずにごゆるりと。言うのは先を急ぐ身だ。手短に済ませてもらいたい。失敬。久方ぶりに客人を迎えたので、つい。ユーナ殿、こちらへ。あ、ムービームービーだ。ムービーのユーナってなんか誰か芸能人似てるよね。なんか誰だろうな、めっちゃ似てる。なんか見たことある顔なんだよな。これは異界を漂う死者の思念から再現した貴重なスフィア。おやすみなさい、おやすみなさい。大きな恵みではないような気がする。ダメンタンド。中途福田ではないです。およそ1000年前の姿です。おはようございます。915番さん、おはよう。誰だろうな、パッと思い浮かばない。極めた。広末涼子でも酒井若菜でもない気がする。彼女はここで暮らしました。彼女、誰かモデルになってるんだろうな、きっとね。ひどんなではないかな。出た、超エロい、超エロいお姉さん。ユーナレスカ様。歴史上初めてシンを倒し世界を救ったお方です。超エロい格好してるよ。そしてあなたはその名を受け継いでいる。父がつけてくれたそうです。ブラスカ様はあなたに願いを託したのでしょう。ユーナレスカ様のごとくシンに立ち向かえと。しかしユーナレスカ様はお一人で世界を救ったのではありません。無敵の神を倒したのは二つの心を固く結んだとはに変わらぬ愛の絆。なんて格好してんだ。ユーナですか。ユーナってウーちゃんに似てるの。500円さんいらっしゃい。なんて格好だ。変態。何喋っとんねん。ユーナが喘いでる。
ユナが言葉責めされただけで。うわあ、顔真っ赤。大丈夫か？言葉責めされただけで。仕込まれました。マジっすか？おい、ユーナの使命を知っているはずだが。もちろんユーナ殿のびしょびしょ。召喚師の使命はスピラに平和と安定をもたらすこと。しかし真を倒すことだけが全てではありますまい。真に苦しむ民の心を少しでも晴れやかに、それもまた民を導く者の務め。私はエボンの老師としてユーナ殿に結婚を申し込んだのです。スピラは劇場ではない。ひとときの夢で観客を酔わせても現実は変わらん。それでも舞台に立つのが役者の務め。今すぐに答える必要はありません。どうかじっくり考えてください。そうさせてもらおう。出るぞ。ユーナ殿、良い返事をお待ちしています。これシーモアがまだ完全な R キャラじゃないから。何のためにているのです。あ、これは失礼。我々グアドは異界の匂いに敏感なもので。まだ相当時間かかるんでねって。そうなのかな。まだ半分もいけてないよね。全然 20% はいってるよね。 20% は進行具合多分いってるはず。ハイポーション、いつもやってる DJ のシーンってもう過ぎたって。それ一番最初やそれ。俺がそのニュースを聞いたのは3回目のエデオスルーだった。もうこの DJ のシーンも何回この枠でやったかわからない。全体の 2% 言い過ぎ。 30% くらい言ってる。タコスちゃんが生主の悪口言い過ぎてバンされたよ。アキノは人の悪口、え、生主の悪口言い過ぎてバンされたの？タコスちゃんそんな言ったの？もしくは簡単にバンされちゃう仕様になったの？仕様っていうか基準。大召喚師の娘ユーナとグアドの族長シーモア、その二人がエボンの名のもと種族の壁を越えて結婚か。ごめん、秋の寝る。おやすみ。おやすみなさい。確かにスピラにとってまた起きたら来てください。になるわ、ね、でもよ、ほんとひとときの夢って感じだよな。っていうかさ、早く旅の続き行かない？冗談きついっすよ。あー、やきもち？違うって、シンを倒すのが一番。それ以外は後回しだろ。余計なことに巻き込まれちまったよな。余計なことなのかな。乗り気になってんじゃないよ。私が結婚することでスピラ順の人たちが少しでも明るい気持ちになれたら、そんな風に役に立てたら、それも素敵だなって思うんだ。こういうことって今まで想像したことなかった。だからよく考えてから返事をしたいの。マジっすか？結婚して旅をやめちゃうのもありだと思うな。旅は続けるよ。シーモア様もきっと分かってくれると思うな。うん、そうだね。私召喚師だもん。シンを倒すって決めたんだから。ブラスカと同じようにな。それなら何を考える必要があるっすか？って叫びたかった。私異界に行ってくる。異界で父さんに会って考えてみるね。まんざらでもなさそう。うん、気が済むまで考えなさい。うん、誰もユーナに聞かなかったのが不思議だった。シーモアのこと好きなのかって。
好きでもないやつと結婚はできないだろう。シーマのこと好きなんだろうな。好きというか、まあ、嫌いではない。別に多分ユーナは使命感で嫌いではないから結婚するんじゃないの。好きとまではいかないけど、普通というか、わかんないけど。そうそう、うん、どうせ先のこと考えたら特にエッチなこともするわけでもないだろうしってね特にエッチなことするわけでもないだろうしと考えての、そう考えて結婚してもいいかなと思っとるんちゃいますかね。うん、秋もあさんはこっちです。どうも、969番さんいらっしゃい。リュックちゃんどうしてエロエロにコメント読んでくれないのって。リュックちゃんの真似はむずいなそれ。おお、前だ。でも子作りはするんじゃないかな。しないでしょ、だって埋めないもん。子種残してもね、子種残しても意味ないしね。そんな声もしないでしょう。うお、いいねこれ、即死がついてる。あ、でも通常攻撃に即死がついても意味ないな。通常攻撃しないもんな。気づきました、昨日通常攻撃に即死ついてても意味がないということを気づきました。ユーナの声で埋めないよって言ってて、俺がまずユーナの声出せないからな。埋めないよ、埋めないんだよ。これが限界です。キッズというやってって言ったのリスナーさんだからね。俺はやろうと思ってなかったんだけど、脳内で素敵だねが再生されました。よし、ごめん、僕が振ったのが悪かったです。もう二度と無茶ぶりはしません、申し訳ありませんって。そこまで反省しなくていいよ。なんでそこまで反省しちゃうんや。もっと不真面目でええんやで。今何するんこれ、今はこれ何するんやこれおはようございます、目が覚めました。猛省どうも、山口達也さんいらっしゃい。秋野さんって怖い人なんですね。全然怖くないですよ。996番さんいらっしゃい。全然怖くない。3000ギル、あれ今何するのこれ。よく考えて返事とか言ってたけど、何する時間や今なあ。昨日シーモアが言ったお前の父親もなんちゃらってやつ、何をどうしたらって話だっけ。それは後で見れるよ、後で。あ、異界に行きたいって。異界ってどこから行けるんだ。異界、異界に行っていいかいって。おはあきの俺だよ、俺さんどうもいらっしゃい。自害したらいける。異界の生き方わからない、異界に行くにはどうしたらいい、異界の生き方わからない、こっちじゃない、こっちか、この先か、異界。はい、テン3の話なかったことになって、テン3とか出る予定があったの。テン3
24時間以内にクリア見えてきたな、俺は寝るかなって。24時間以内ってあと10時間でクリアできるか、これむずくない？質問っす。異界のことなんだけどさ、誰かが死んだら召喚師が異界送りするんだろ。で、死んじゃった人の魂は異界に行くんだよな。でさ、これから行くのがその異界。そこにはユーナの親父さんがいる。要するに死んじゃった人が住んでんのか。また変なこと考えてんだろね。ま、行けばわかるさ。これ声が枯れてきてフットボールアワーの岩尾の声になってる。そんな変な声になってます俺。飴食べるか。飴、喉飴。どうして行かないんだ。異界は気に食わん。はは、怖いんだろ。未来の道を決めるために過去の力を借りる。異界とはそんな場所だ。少女はさっさと行け。本当はさ、死人じゃなくて思い出に会いに行く場所なんだよ。会いたいって思う気持ちに幻光虫が反応するの。でね、幻光虫が人の形になる。要するに幻ってわけ。幻か。じゃあ行ってらっしゃい。あれ、お前行かないのか。思い出は心の中に。はあ、思い出は優しいから甘えちゃダメなの。大人な15歳だよな。エロくないこのリュックねえ。俺どうしてもおっぱいのところがさ、なんかノーブラで突起があるように見えてくるんだけど、みんなには見えないから。これ放送画面では見えてないかな。放送画面であんま見えないかな。なんか突起があるように見えてしょうがないんだよね。コミフォローありがとう。おはよう秋の、どうも。1037番さんいらっしゃい。溜まりすぎじゃない、全然溜まってないけど。めっちゃなんかエロいよね、リュックの格好。すごくエロくないですか。 15歳だよ、15歳。やっぱ二次元いいよね。二次元の15歳っていいよね。リアルでやったらこんな15歳いないけど。さっさと行け、さっさと行け。秋のメンバーはこっち。1049番さんいらっしゃい。なんでメイチェンの長い話は聞かないのに乳首の話は永遠と長く話すのですのって。好きだから、エロい話好きだからです。あれが弟だね。なんだっけ弟の名前、なんだ、チャップだっけ。なんだ、ポッツ、チャップでしょ。え、チャップじゃないの、チャップ。ポッツって誰よ。すごっ。おはよう、僕は点数のリュックの方が好きです。僕も点数の方がいいかな。全員口半開きやん。初めて来た異界のことより、アデノイド？ユーナの気持ちが気になってた。ユーナの両親って仲良さそうでさ、そんなの見たらユーナの気持ちも結婚する方に傾くかもとかさ。キマリは何してるの。キマリは邪魔できないのか。これルールーは何も見てないの。ルールーはあんたも誰か呼んでみたら。ただ思うだけで現れるから。ルールーは死んだ人いないのかな、大事な人。よう、チャップ、すぐお前に会いに来るつもりだったけど。
すまん、これからシャキッとすっから勘弁してくれ。ブリッツボールも引退したし、あとはガード一つ。ジェクトシュート覚えたよ。お前になんとなく似てるやつが現れてな。全然似てないな。そいつと一緒に旅をしてるうちに。あ、でも顔似てるかもしんない。お前もどこかで生きてるんじゃないか。髪型とかは違うけど。でもやっぱりお前は異界の住人なんだよな。はっきり分かったよなあ。そっちはどうだ。なあ、さっき話したやつにな、お前の剣をやったんだ。いいよね。チャップイケメンだね。外がもう明るい。あ、本当だね、明るいね。もう朝だわ。朝までやっちまった。俺思うだけで現れる。あ、ねえ、どう？決めたよ。そりゃよかった。で、どっち？10年前、父さんがシンを倒した時のこと思い出したのね。私はベベルにいたんだけど、街中が大騒ぎだった。みんな笑っていて、とっても楽しそうだった。シンを倒すのが一番の明るい話題だよね。あれもこれもなんて欲張っちゃダメだよね。じゃあ戻る？シーモアに返事するんだろ。その前にジェクトさん呼んでみない？大丈夫、きっと来ないから。思わないようにするのは思うのと同じことなわけで。ほら、来ない。親父は死んだからここには来ないってことか。親父は死んだからね。きっとどこかで会えるんだよ。でも本当に親父が死んだったら、俺はユーナやスピラの人たちになんて謝れば。いや、どうして俺があいつの代わりに謝るんだよ。最低だな、親父。ねえ、どうしてそんなに嫌いなの？いちいち腹が立つんだよな、あいつ。あいつのせいで俺と母さんは。母さん出てきた。母さん出てきちゃった。綺麗な人だね。あれ、母さんは異界送りなんてされなかったのに。生きてる時から死を受け入れて。うわ、最悪。ひどいなそれ。俺いたのにな。そう、ティーダいたのに。いいんだ。ああ、なんか俺分かっちゃった。何？親父が嫌いな理由。ふーちゃんって違うね、お母さんだね。な、そんで俺ははっきり言ってやったんだ。本当？足りねえだろ。そうだけど。お母さん、ちょっと待っててね。親父がいると最悪だね。母さんは俺の方を見てくれなかった。だから俺は親父が嫌いになっていったんだろうな。親父がいなくなってからさ、母さんはどんどん元気がなくなって。ジェクトは子供思いな一面もある。そうそうそう。具合はどうだ？あんたには関係ないだろ。あの人に死なれては俺も困るのでな。母さんが死ぬって言うな。悪かった。近所のおばさんが言ってた。つがいの鳥はどっちかが死んでしまうと残った一羽は後を追うように死んでしまうって。眠い眠いぞ。昨日って大丈夫か？そうなった。俺はますます親父を憎んだ。でも親父本当は。お母さん、ちょっと待っててね。言ってやれよ、またビースか泣くぞ。親父は言ってやれよって言ってたんだよ。不審者さんはこっち。デューッ、イカ死亡者いらっしゃい。めちゃくちゃカッコ悪いよな。そんなことないよ。カッコ悪い。どうだ、もうちょっと考えていくか。ううん、大丈夫。モンスター飲んだか飲んでない？まだ。なんかあったの？
やっぱお母さんが一番悪いよな正直。お待たせしました。シーモア老師に返事をしに行きます。ジスカル様。ジスカル様。迷っているようだな。どうして？ユナ、送ってやれ。メガネって名前で全て台無しになってる。もう名前とか見てねえわ。あ、アーロンが。ジスカル様。もうジスカル様じゃない。早く送って差し上げなさい。スフィアが落ちた。モハムド頑張ってるの。頑張ってますよ。いらっしゃい。おはよう。話は後だ。ここを出るぞ。さっきのどういうことだ。なんでジスカル様が。わかった。異界送りされなくて魔物になったんだろ。異界送りされたのかもしれないわ。それでもスピラにとどまった。強い、とても強い思いに縛られていたらそういうこともあるらしいわ。反則だよね、それ。まともな死に方をしなかったということだな。これトロコンまで寝ないだけ違います。クリアまでです。書いてるでしょタイトルに。アキノさん両手でしこってる。僕どう思いますか。変だと思います。しこり方が両手の意味がないと思うんで。ジスカル様の件はくれぐれもご内密に。不吉な噂が広まればスピラの平和が乱れます。あ、宝箱。昨日あくびしないね。今思ったけど、そうね、今のところあくびしてないね。そんなにジスカルのことはグアドの問題だ。お前が気にすることはない。あのさ、何、ユーナの結婚のことどう思った。旅を続けるならどちらでもよかったわ。それだけ？ユーナがシーモンを好きかどうかとかは？人はいろんな理由で結婚するわ。どういう意味？あの結婚にはそういう感情は必要ないってこと。シンを倒してスピラの人たちを幸せにしたい。明るいニュースでスピラの人たちを幸せにしたい。ユーナにとってはどっちも同じなのよ。必要なのは自分の覚悟。覚悟があれば感情はなんとかなるでしょう。そうかな。秋のかっこいいね、今思ったけど。ありがとうございます。よくわからないっす。どうしたんですか急に。寝なくていい薬使ってるの。なんやねその薬。危なそうな薬じゃねえか。使ってないよ。ノードーピングです。ノードーピング。まだで言うて14時間だから。24時間も経ってくればさすがに俺も来るよ。24時間ぐらいで、あー眠いっつって。ユーナが戻ったら出発する。いやー一時はどうなることかと思ったよな。アデノイドアキノガンさん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、おやすみ。起きてー。どうもこんにちは。起きてますね。1114番さんらしい。あのね、私だってもしユーナが結婚するんだったら。あ、さっきの続き。そう、ユーナが結婚するなら好きな相手として欲しいわよ。だろ。でもユーナが好きな相手と結婚したいって言い出したら私は反対するわ。は？言ってること矛盾してるっすよ。分かってるわよ。これは2週目だと意味が分かりますね、この言葉ね。
ルールーが一番可愛い。エナジードリンクの準備してるのって3本用意してる。3本あ、リュック。ここを出たら次は通称雷平原なんだよね。はい、そうだよ。雷はやだな。雷は、あ、なんか思い出したな。雷嫌いな理由があるんだよね、あのリュック。なんか決まりどこや。決まり、決まりはどこにいる。決まりはどこだ。あれどこにいるの、決まり。頑張って200回避けろよ。200回避ける。みんな200回避けろ避けろ言ってるけどさ、なんか意味あるんだっけそれって。200回避けたら、しかもその避けるの難しいの、そんなに。あら、召喚師様はご一緒ではないんですか。ああ、シーモアの家に行ってるんだ。シーモア老師またはシーモア様ですね。ああ、気をつけます。はい、それでいいです。あ、シーモア老師は先ほどご出立されましたよ。マジっすか。マカラーニャ寺院へ向かわれたようです。シーモア老師はあの寺院の総監長でもありますから。あ、みんなに教えてやらなくちゃ。アイテムがもらえる。いいアイテムが。でもその200回避け普通にクリアする分に必要かな。ジスカル様、私にできることありますか。ユーナ行くよ。イクシオの名前、イクイクイクになりました。名前なんかしたらイクイクイクになりましたけど、うん、1127番さんいらっしゃい。必要ではない。シーモはマラカーニャ寺院へ行ったんだってさ。マカラーニャ寺院だ。そうそう。にしてもよ、いくら老子様でも何も言わないで行くなんてな。こんなに早く返事されるとは思ってなかったんだよ。あ、そうだな、きっと。ユーナ、何かあったのか。いいえ、何も。隠し事が下手だな。本当に何でもないんです。さ、行きましょう。よし、雷平原行こう。雷平原。あ、あれ、俺雷平原どうやって行くんや。これこっちか。こっちを回って、アキノにおはよう言われてない。おはよう、起きたかった。おはよう。雷避け200回ちょっと試してみるか。ちょっと、あー来ちゃったよ。こっちがびっくりするわ、そんな叫ばれた。どうやって進むんだここ。あちこちに飛来塔が立っているわ。雷は飛来塔が受け止めてくれるってわけね。飛来塔から離れすぎず近づきすぎず北へ進めだな。何もない広い場所は危険ってことよ。ちょっとだけクワドサラも戻る。短い付き合いだったな。よく喋る方のメガネは200回回避したことあんの。わかんない、覚えてない。そんなのやったっけな。メガネに雷が落ちることがあります。雷はいつどんな時に落ちるか分からない。ボート立っているのが一番危険です。避難しましょう。はい、運悪く
平井島から遠い場所で落雷に襲われた丸を押して雷を避けることができます。光った瞬間に丸を押してください。なお丸を連打しながら歩くのは危険ですのでお勧めいたしません。なんで危険なの？おう、でこれ食らうんだっけ。食らわないよね。メガネを取りに置いていこう。なしじゃないとやってられんの、この200回避けて。やべやべ、メガネが死ぬ、メガネが死ぬって。敵がいちいち強くなってるな、きついですね。一気に決めましょう。ニアブルがないからこいつ何が効くんか忘れた。ダメじゃ、ちょっと普通に戦ったら時間がかかりすぎるな。いや、やばい、やばい、逃げよう逃げよう。あかんあかん、これはあかん。ガコツ、お前まだやったんか。キムチブラブラ秋の、なんやキムチブラブラ秋のって。チンコブラブラさんいらっしゃい。普通にやってたら勝てんな。一旦セーブ。よし、宝箱を取りつつ、はい、ポーション2個。きついな。無双できんのここ。あー、行く行く無双もいいかもしれないね。確かに行く行く無双ってなんだよ。冷静に考えたら。痛いっす。よし、やってみるか。雷避け、反射神経の話だよな。要は待って、どっかこの辺、待って、この辺で突っ立てよう。え、長くない、長くない、来ないんだけど。あー、ちょい、ちょっと待って、ちょっと待って、反射神経が遅い。はい、あかんわこれ、あかんわ、無理、ダメっす。200回避けとか連続でしょ、しかもそれ連続は無理じゃろ。
今やるにはちょっとエンカウントなしがあれば。逃げるんじゃねえからな。まだ元気そう。でこれエンカウントなしとかないと無理だろう普通に。しかもさ時間かかりすぎる。一回雷が落ちるのがまあ5秒に1回としても200回避けるってどんだけかかるんや。逃げるんじゃねえからな。30分仮眠取って挑戦しないよ。仮眠取ったらそれもう寝なく失敗になっちゃうよ。なんやあの石だ石像。いたサボテンダーみたいなのが書いてある。いて。5秒で200回なら16分ちょっとだけど、ね、16分もあの一発で行けて16分だからね。100回ぐらいの時に、ま、ミスっちゃったらもう絶望しかないから。気にあったら叩きのめす。うん、広告スライムクリニックさんありがとうございます。おはようございます。キムチ人間って本当に寝ないという噂、本当誰がキムチ人間や。みんなできるのに、なんで秋野だけできないの。いやじっくりやればできると思うよ。おやご苦労様です。時間かければ語ってもいいですかな。時間かければ多分できると思います。つまらんの。いやもうここの敵全部強いんだけど、これ相手すると時間かかるからな。トンズラだよな。今回は勘弁してやる。語ってもいいですかな。つまらんの。倒すの大変だけど倒した方がええんかな。速攻で倒してやる。報告ありがとうございます。秋野くんおはよう。秋野くんのことばかり考えたからファルコン武田の夢見ちゃった。これって恋なのかな、浮気になっちゃうのかな。小学生も小学5年生学部さんどうもいらっしゃい。好きにファルコン武田さんの夢でも見てくれ。好きにな。RT やると5時間地点ここ。え RT って10時間ぐらいじゃなかったっけ。10時間、つまり俺半分来ちゃった。半分来ましたかね。半分初見これから寝ずに見ようと思います。ありがとうございます。リュックさんいらっしゃい。名前が可愛らしいですね。リュックさん報告、キムチクリニックさんまたありがとうございます。 RT は後半加速すんの。そうなの。よいしょ電気玉。あ一発で死んじゃったリュック。マジですか。デルさんいらっしゃい。あっちゃ死ぬかと思った。 OK。 雷神の指輪。リュックスフィア版動かさないと相当弱いぞ。お疲れ様です。どうも。どこにでもいんなこいつ。そうそう
シーモア老師とユーナ様がご結婚なさると聞きました。素敵なお話ですよね。早くみんなに知らせたいです。誰から聞いた？グアド族からですよ。みんなとっても嬉しそうでした。それちょっと違うな。ユーナは断るつもりだから。本当ですか？うん、結婚はなし。そうなんですか。がっかりしました。この選択何の意味があるんだ？スピラ中が喜びと祝福に湧き返ったでしょうに。何の意味があったんだこの選択。こっちなんかありそうだな。戦うかこれ。どうする？いやいやいや、何それ、何それ、何それ、やりすぎじゃん。やばくない？え、え、え、こんなところで。初めて全滅した。俺何もしてないよ今。敵に遭遇しただけよ。 HP 満タン状態で。ねえ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 、俺何にもできなかった。だって俺何 HP 満タン状態で炎化しただけよ。先制攻撃で全員死んだよ。どういうことやねん。寝よっかって寝ないわ。どういうことやねんマジで。なんでこんな強いん。俺が育てなさすぎなのこれ。育成がまだまだ甘すぎる。いや、リュックのスフィア版ってまだスフィア版を動かせないもん。ほとんどマジか。まあ、大して変わらんけど。だから先制攻撃やめてよ。なんでもいいから先制攻撃。ちょ痛いから。痛いよ。ポンズラ、今回は勘弁してやる。おはピンポンさん、いらっしゃい。おはよう。まだ眠くないの？眠いよ。結構眠いというか、うん、眠い。なんか装備で対策取るか。雷系とか持ってないよな、もちろん。雷ないな。他のキャラもあったらあるかもしんないけど、だいたいトンズラこいていこうよ。トンズラ逃げるんじゃねえからな。ここら辺の敵で稼ぐよりは先に進んで稼ぐ、やりやすい敵で稼ぐ方がいいかもしれない。トンズラここ。秋野さん何時間起きてるの？このタイマー通りぐらい起きてる。15時間ぐらい。トムさんいらっしゃい。正確にはまあ枠始める1時間半ぐらい前にはもう起きてるから、うん、速攻で終わりだ。今回は勘弁してやる。そろそろモンエナ一本飲んどくか。モンエナモンスター、エナドリね。この敵は戦うか。戦いやすそうな敵は戦っといた方がいいかな。でてててててて。ミンミンダイハ買ってない。モンスターエナジーだけ。痛えな。殴りだけでそんな強えのかよおめえ。俺絶対今育成不足だわ完全に。これ
先は長い。行くぞ。敵が強すぎる。バコ、14時間でここか。半分も来てなさそう。アテムンさんいらっしゃい。半分も来てないかな。こっからよ、こっから、こっから加速するから。やっぱ最初の方はね、叩きのメス、いろんな、なんだ、覚えなきゃいけないこと、説明等をいっぱい受けて、それをちゃんと読んで、ブリッツボールもかましてるから。ウォーターボンバー、何ウォーターボンバーって、誰かの装備やろ、ウォーターボンバーって。ん、今何装備してる。あ、水攻撃。いやでもここだけ強くしてもな、全く覚えてないのか、何を。トンズラ、今回は勘弁してやる。ここの敵はね、魔法が多い、雷の魔法ばっかしてくるから、対策取れば簡単そうだけどな、稼ぐとき雷系でガチガチに固めればいいんでしょ。勘弁してやる。なんで逃げるとき捨て台詞言うんだ。負けず嫌いだからきっと。よし、近い近い。さっさと行くわよ。へいへい。うん、どうした。気が狂っちゃった。へへへへへってなんだよ、気持ち悪いな。お尻。ああ。やだー。もうやだー。雷やだー。そこで休んでこう。ね？ね？ここの雷は止むことがない。急いで抜けた方がいい。知ってるけどさ、理屈じゃないんだよ。だってさ、どうする？雷はダメなんだよ。休もうよ。ね、お願い。ユーナまで行くのが。雷嫌だって言ってるのにさ。ユーナぐらいは聞いてくれそうなもんだけど。ひどい。ひどいよ。血も涙もないよ。もしかして楽しんでる？やもうや。休むぞ。うるさくてかなわん。少し疲れました。お部屋はありますか。あ、召喚師様ですね。お前朝から酒か。酒は飲んでないよ。俺今飲んでるのね、 野菜ジュース。おい、言うな。野菜生活ですね。野菜生活らしくないわね。右下に化け物メンバーがいるんだけど、使用ですか。誰が化け物や。化け物じゃねえわ。野菜ニート生活関係ねえだろ。野菜生活っちゅう飲み物やな。ニート生活っていう飲み物はないやろ。おい、
召喚士が若い娘だとガードするのも大変だな。ユーナは休んでいる。邪魔をするな。いや、邪魔はさせてもらうぜ。そんなに怖いのか？うん。子供の頃、海で遊んでたら魔物に襲われたんだよ。一緒にいた兄貴が魔法で倒そうとしたけど。兄貴ったら慌てて私に魔法をぶつけてさ、サンダーの魔法でビャ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 って。うひゃー、あの時から雷ダメだ。でも有効な戦法ではあるわね。水中に現れる魔物は魔法攻撃に弱いから。あ、兄貴もそう言ってた。あんたたちも覚えたら。びっくりするわ、このキャーっていう声に。無理みたいね。人の金で飲む野菜ジュースはうまいか。我が旅行講師に一応自分で買ったんだけどな、この野菜ジュースは。おや、し、うん、おやってアルベド族だから気づいたのか。アルベド語の勉強はいかがですか。まあまあ。それは素晴らしい。ではさらなる進歩のためにこの本を差し上げましょう。ありがとう。時にあの方、もしやアーロンさんでは。そうだよ。やはりそうですか。未変街道店でお見かけして以来気になっていたのですよ。寒くない？今日寒い？今日寒いかな。普通だな。アーロンさん、ご記憶にないでしょうか。あれは10年前、ブラスカ様の凪節の初めです。ああ、世話になったな。いえいえ、重傷を負われた方を放ってはおけません。それにしても、翌朝あなたの姿が消えていた時は驚かされました。常人ならば歩けないほどの傷でしたのに。悪いが、その話はやめてくれ。かしこまりました。窓を開けてると寒い？へえ。昔ジョゼ大陸にサボテンダーという魔物がはびこっていました。テンテン、あれ？さ、別に用事はなくてさ。ごめん、まずかったよな。あのさ、今のってクワト族のジスカルだよな。遺言だったの。息子をよろしくだって。息子ってシーモアだろ。よろしくなんて言われても困るよな。ごめんね。あ、何してんだ。ユーナの様子が変だったからさ。マクタわかってるってホモじゃねえんだよ。自分で言い出すって。それまで待ってやろうぜ。うわ、痛い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 、わかったわかった、待つから痛い。気持ちよさそうじゃない。全然痛そうだろ。脇がで死にそう。
どんな面倒が起ころうと俺たちはユーナのガードだ。ちょっと待って。